はい、こんにちは、タカです。日経ウーマン、これは女性用のビジネス系の雑誌なのかな、どうなんでしょうね。で、この日経ウーマン、今月の付録は万年筆ということで、危うくね、見落とすところでした。日経ウーマンっていうのまず初めて見ましたけど、これね、2種類今出てるんですよね。で、僕が最初にコンビニで、僕が見つけたわけじゃなかったんですけど、コンビニであって、でそれはね、万年筆が付録じゃないやつで、この万年筆付録のやつは、特別版っていうやつらしいんですよ。でね、これはコンビニで売ってませんでした。なので、Amazon で注文したんですけど、750円。で、通常版がね、650円。ちょっと文字の色とかがね、ちょっと違う感じです。多分、両方コンビニとかね、本屋さん置いてるんでしょうけど、僕の見たコンビニでは、通常版というのかわかんないけど、この万年筆付属が付録のやつは、置いてませんでした。はい、というわけで今日はこれの付録のオリジナル万年筆、これをね、使ってみたいと思います。で、ちなみにこのね、特別版っていうのは、この万年筆と、その他に、この中にね、美文字練習帳みたいなやつもついてるんですよ。で、今回ね、これなんか手帳に関して特集してる記事なのかなと思うんですけど、僕もまだ全然これ見てないんですけど、結構手帳にね、関してね、書いてます。もう半分ぐらい手帳に関することですかね。半分でもないか。うん。で、その後はなんかコスメ系かな。男性は見ないでしょうね、これね。ね。僕も万年筆付属してなかったら、この日経ウーマンっていうのをね、多分知らずにずっと過ごしてたと思うんで。いや、でも気づいてよかった。使ってみたいと思います。開けてみましょう。こんな感じで入ってます。すごいね、テープでベタベタに、よいしょ、貼ってある。はい、カートリッジが1個ついてますね。日経ウーマンオリジナル万年筆です。ここにね、日経ウーマンキャップの、これね、なんて言うんだっけ、いつもね、この呼び方を忘れてしまう。ここの部分、クリップになってるやつ、クリップ、ここに日経ウーマンね、書いてますね。なんかね、どうでしょうね、パッと見ペン先なんかは、100均の万年筆にもついてそうな雰囲気がありますけど、結構軽いですね。これカートリッジはヨーロッパ規格の、サイズなので、何のね、インクでも使えるかなと、いろんなね、いろいろと、エルバンとかも使えるかなと思いますけれども、じゃあちょっと詳しく、インク入れてね、チェックしてみたいと思います。はい、じゃあちょっとね、詳しく見てみようかな。ここね、日経ウーマンという風にプリントされてますね。
ペン先はイリジウムポイントジャーマニーって書いてます。まあ、このペン先、よいしょ、これ100均の、ダイソー万年筆。まあ、ちょっと見た目がね、若干まあ似てるっちゃ似てるかなという感じ。ただこっちは、イリジウムポイントジャーマニーっていうね、ジャーマニーは入ってないです。で結構軽いですね、結構軽いで、今日は、はい、まだねこれ使ってなかったんですけど、エルバンの忘れなぐさブルー、ブルーミミオミオソミオソティス、この忘れなぐさブルーを使ってみようかな。刺してみましょう。はい、結構いい音した。パチッ。はい、というわけで、よいしょ。日経ウーマンね、どんな書き味なんでしょうか。インク出るまで待ってみたいと思います。はい、じゃあ行ってみましょうかね。キャップはキュッと。キュッと止まりますね。お、出た。うん、書きやすい。太さはまあ M2 部っていう感じですね。ああ、でもなんかストレスなくね、くるくるくるっとかけますね。うん、右から左、左から右、上から下、どれも大丈夫。もうなかなか、なかなかいいんじゃないでしょうか。うん。そして、この色も、なかなか、いい。忘れなぐさ。忘れなぐさブルーね、いい感じの。2分の、なんか2分は多少弾力を感じるかな。そんなくにゅくにゅ動くわけじゃないですけど、うん、少し柔らかさは感じる。うん、硬いニブっていうんではないですね。うん。ね、こういう付録系って、まあ、基本中字なんでしょうね。あんまりそのインクがね出にくいとかそういうのが起こりにくいのかな、中字の方が。まあそんな気もしますけど、でもね今回手帳の特集で、手帳にこの太さはちょっと合わないかなと思いますけど、うん、いやでもね、普段
ちょこちょこっとメモするのに、これ書いてる分には結構ストレスなく気持ちいいと思います。うん、うんうんうん、まあまだねこれ出たばっかりだと思うので、10月の7日とかね、確かそのぐらいの発売だったような気がします。まあちょっとね、見かけたら、まあ男性もね、ぜひぜひ買って試してみてはいかがでしょうか。750円なんでね、うん、気軽に試せると思います。それでは。